秘密の島にやってきましたね。ピーチ城までのコンプリートしたら来れました。これ見ますと、集めたコインがこんなんとか出て、集めたスターコイン233。233っていう数、あれ ?233 って3で割れる。割れると70、210、割れんが。ようわからんけど、全部集めたはず。で、クリボー踏んだ回数って、クリボーだけを、そんな書き方するのかわいそうやよね。クリボーじゃない、なんか丸いクリボーみたいなのもいたのに。スリーアップムーンって、チキンさんに教えてもらったんやってな。これ、一回取ったのどこなんやろ、むしろ逆に。覚えてないですね。仲間を持ち上げた回数ゼロ。仲間がいない。同時にヒップドロップしてない。コースをクリアした回数103。これは3で割れる関係ないか、3は。ヨッシーとゴールしたか、なんて仲悪いの、ヨッシーと。チビヨッシーとゴールは確かにさっきエンディングの時に、チビヨッシーってほとんど一緒に最後まで一緒に生き残ったことないねって言ったと、話した瞬間、一回だけあったなって思い出したのがそれでしたね。ゴールではアンナップした回数55。これ5割ってことですよね。ゴールした回数の下に書いて欲しかったんですけど、花火が上がった回数13回か、俺の記憶には3回。さっき、しかも、なんか、ピーチ上であったかもしれないです。白紙をされた回数なんて数えられてたんや。コインブワーって取ったりとかするんやね。オイラを捕まえた回数って、あなた、一人称やったの?あなたの家なの、ここ。あなたが見てたんや。エンディングにさ、この子いたんですよ。で、この子がいるのは全部捕まえたからかなと思ったんです。ちなみに7個捕まえることがマックスやと思いますね。8ワールドのピーチ上にはいなかったんで。あれ?今度割りや、気力。なんや。スマブラほどのことはないわ。で、これは何なんやろなっていうの。あ、これさっき開いたら、とりあえずこれ見ときましょう。静かにします。ちょっととりあえずさ、目に留まったのは、ここの2018ってちゃんとなってるところ。あれ ?2018?2019 だよね、今。まあちょっとわかんないですけど、移植されて、ちゃんと右下の絵がスイッチになってるってところと、音楽を作った人が一人やったっていう、多分、違う?英語読みづらいね。これ全部漢字にしてくれんかな?多分そうなんて。そこがちょっと気になりましたよね、僕。今回の移植にあたってのプログラミングとか、ウェブデザイナーとかまで書いてあった、移植の書いてあったかどうかちょっと見受けられなかったんですけど、探してたんやけど、音楽今回さ、今回っていうか、まあ、この時のマリオって、ファッファーっていう時に踊るじゃないですか。あれ、Wii からやったっけ?あの時あれすごいなって俺だけか思ってたの。敵まで音楽に乗ってるっていう、この
ファンタジー感。ファンタジー映画嫌いやけど、ファンタジーゲーム感、すごい大好き。じゃあ、スペシャルコースやっていきます。